ハロー皆さん、どうも。今回からですね、パワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、パワープロ2017の方の阪神タイガース日本一物語ご視聴してくださった皆さん、どうもありがとうございました。僕のね、計画性がないせいでですね、2年目シーズンラストまでやれなかったんですけども、打ち切る、いつ、なんだろう、打ち切るわけじゃないので、皆さん最後まで見てくださってた方はね、ご安心ください。誰が見てたら知らんけどね、あれ。とりあえずね、この2018がちょっと落ち着いてきたらね、また投稿再開していきたいと思います。だからみんなが忘れた頃に、そして僕が思い出した頃に、またねポロッとね投稿するかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。じゃあね、2018新規一点やっていきたいと思います。まずね、記念すべき開幕戦ということで、全部俺が操作してやっていく。じゃあ行きましょう。おっと、その前にこれ一軍登録とかいろいろしといたから、一応こんな感じです。一軍メッセンジャー藤浪、秋山、能見さん、小野で、岩崎、藤川、アッキー、石崎、マテオ、桑原、ドリストで、野手はこんな感じ。捕手2人体制ですね。前2017と同じ、梅野、原口、ロサリオ、上本、鳥谷、糸原、大山、今成、上田、中谷、俊介、糸井、福留、伊藤、早田、江越、高山と、ね、森越を入れようと思ったんですけど、上田を優先して入れさせていただきました。ちょっとね、森越入れようってずっと言ってたんやけどね、上田を優先して入れます。んな感じかな。練習機を設定、ここらは別に。で、応援歌は一応ね、阪神とジャイアンツのとこだけ設定しておきました。もうめっちゃ時間かかるんでね、あれ。OK。じゃあ、こんだけかな、別に。特に言うことないよね、ペナント編だから。よし、行きましょう。通常試合で。ベストオーダーも一応組みました。組んでおきました。はい。メッセンジャー、もちろんエースメッセンジャーで OK でしょう。で、うわー、糸原がまあこんな感じですけど、行きましょう。OK、レッツラゴー。あ、まだ言うことあったな。難易度全部、難易度は、1年目めちゃ強なんですけども、打撃、CP の打撃以外の難易度はパワフルです。はい。1年目はね、相手の打撃をめちゃ強でやっていきたいと思います。で、ロックオンなしのミートカーソル、ちゃわロックオンなしでストライクゾーンとか、フェードアウトとかあるじゃん、リリース時の。ああいうのも全部非表示にしてます。はい。で、この打球のあれとかね、やや早とか、なんかよく飛ぶとか、よく飛ぶボールとか、なんかあったじゃん、高反発、低反発。あれはね、なくなってんのよね。だあれはね、選択できんかった。なかったんでね。どうなんだろう。俺が見落としてるだけかな。さあ、記念すべき1球、なんかこれコントラストすごくね、てか応援曲ちっちゃくね。投げました。見送ってストライク、バッター追い込まれました。これなんか前も小さかったよね、応援歌。アップデートでマシになったんやけど、応援歌小さ。投げた、ダメだ。ホーム球場の時だけよう聞こえるんよな。ビジターの時は聞こえんだよ、これ、応援歌。そうだそうだ、そういう仕様だわ。さあ、2番にはショート、糸原です。そうか。1番、鳥さんにしました。中谷がね、1軍にいるんで、こっちは。これはダメ。なんかコントラストおかしいな、マジで、これ。全然ちゃうぞ、今の場面と。あ、ちょっと待って。このクソ画面やめて。よし、これ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 。第9これマジでみんな何回も言うけど、応援歌聞こえてるか。俺の声でかき消されてるぞ、これ。全然聞こえへんがな。マギーセカンド、やっぱ2018年のはさすがに適用されてないな、まだな。2017はまだ。ああ、そうそう、今回ね、リプレイ機能とかもね、復活したようで何よりです。何これ。相手は陽台か、マギー、坂本、阿部、ゲレーロ、長野、岡本、小林。やっぱりね、吉川とか全然使われてないし。右のメッセンジャーマウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。おお、新しいこと言ってるじゃん、堂前さん。今までそんな聞いたことなかったよ。1回の裏、これからジャイアンツの、やっぱりホーム球場は応援からだ。さあ、原口ですね。本来はメッセンジャー専用機とも言えるべく、梅野をね、出場させたかったんですけど、あ、ほら、リプレイやっぱあるな。出番設定、サウンド試合設定、オプション高速試合でしょ。ここらは他は同じやな。で、これもほぼ変わってないかな。
でこの視点この視点この視点あこれね新しく加わったあの俯瞰視点これまたねあのペナント編以外の時でやっていきたいと思います。普通の対戦の時とかにさあ上品な送球いきなりおいカメラアングル変わりましたからそれいらんそのカメラアングルはいらんわ。投げました初球縦のカーブは空振り第2球投げましたまっすぐ見送ってストライク簡単に2ストライク追い込んだ投げました打った流し打ちはい虎の恋人動きめっちゃええやんやべえ飛びすぎ飛びすぎ飛びすぎ今作も斜めジャンプが強そうだこれさあ坂本お前には本当世話になりなった多分また2017を再開した時には世話になるであろうね選手です、はい、強奪しました阪神ファンの坂本をね見てくれてた人には分かると思うとんでもない6万ポイント使ってね強奪したから金本としかもユニフォーム被らせたっていうはい残念そこは含めますさあナイス紹介はまずね無難な立ち上がりですよいいねいいねさあ言わせてくれよ俺に武将様の名言をさまだ言わねえうわロサリオ全然似てねえこれ2017で俺が設定してたやつの方が絶対似てたよねリストバンドもしてねえし黒だろこれ設定しとくわまた似てなさすぎだろこれはちょっとまた変えときますわもう全然ちゃうしもうパワープロ外国人あるあるねもうこういうクラウチング打法がね全員適用されてる外国人となるとはい虎の恋人リアル虎の恋人とは大違いいきなりヒットこれは3割30本期待できるんじゃないでしょうかさあこれ福留いこう2017の時のね2年目から欲してたんですよねベテラン勢はそのベテラン勢が奮起してくれるかどうかだわ追い込んでから第3球を打ちました嘘だろいきなりエロゲはオッケーナイスエロゲじゃなかった先制のチャンスを迎えますさあ中谷ホームどうなってる全然前普通だったからなおお似てる似てる似てるそこそこ似てるガッツみたいになってるなんかねガッツ成分入ってるだろこれなんかちょっと第3球打ちました1、2塁間のゴロマギーボールを掴んだアウトタイガースなおもチャンスが続いていますさあそして守備の人となってしまっている大山こっちは打撃でも見せる大山かっけえ初球決まってストライク今回フォームもねめっちゃ追加されてるらしいからな大山めっちゃかっこええやんええー、ねえ第3球を投げた OK 次が4球目投げたこれはゲレーロ今回もゲレーロセンターというものが見れるんでしょうかね2017の時はねよう見れたたまに1回かなたまにじゃない1回ですねゲレーロセンターというのがあったんですけど最後の方に三塁までランナーを進めましたが2回の裏これからジャイアンツの明るすぎだろこれほんまなんか打席視点の時これめっちゃ明るいほんまなんでこんなことになってんの投げたオッケートリーさんトリーさんはセカンド適性低いんでねサード適性が一番あるのよさゲレーロさんですねこの人どう打ち取ろうかほい初球空振り、まあ、めちゃ強いね2017の時もわりかし抑えてたんでパワフルにすっげえフルボッコされてたんやけどめちゃ強いねいけますいけます、はい、原口ナイスでは改めてリプレイをご覧いただきたいえこれリプレイいるそうリプレイはねその視点とかもいろいろ変えれるみたいなんでね、うん、自分で角度変えたりまあサムネ作るときに便利かもしれんけど配信こうやって録画してるときにはできんだろそんなんねメッセこういう打球をスライディングキャッチっていうのがあったな2017年最初の時思い出が蘇るぜさあここで正捕手原口いこうじゃあファールでよかったスタンドに入りましたファール追い込んで投げましたはあリアル原口ならヒットですね今の原口はすごいことになってるからな2年前の原口が戻ってきてる投げました
メッセのこの打球受けた手法、メッセンジャーほんま打てる捕手、打てる捕手ちゃうわ、打てるわ手法だ。さあ鳥谷ゴッドバートとなれ、もうここゴッドバートなんて久しく聞いてねえぞ、久しぶりにゴッドともう神神やね今回も、いつも通りだ。さあこれもいいとこに、でも今回はよう、お前走っとけや、うそー、これマニュアルちゃう、セミオートでしょ、アシストついてるやつにしてるのに、ダメだ、そこは走らんのかい、メッセ走っといてくれ勝手に。売り出し中、岡本第9外角低めいっぱいストライク、いきなり151キロ、打ちました。関西人よ岡本、その岡本を打ち取りましょうか。はい、オーケーナイス、やっぱめちゃ強いけるね、パワフルとは全然違う。さあ首位打者世界の小林、ただまあ定位置でええかな、うん、まあ、今回あれやね、やや早とか飛ぶ、よく飛ぶとかの設定なくなったんかな。鳥さん動きクソすぎるだろ、いやー上本ならって感じやな、お前菅野とか打つんだからバントさせん方がええだろ、これ名電させてくる気ですねこの人たち、ナイス名電させねえぜ、ほらほらダメか、見逃さんでええよ、はい、よし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 、いける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 、おっとスリーバントしてくるか、はいはい、スリーバント失敗、オッケー、ナイス菅野ありがとう。こっからですね、さあ今回はちょっとね外野前進はちょっと待たせんぞ、あこれはうめちゃ強なんて楽勝じゃなかったの、まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫、たこ焼き打線ちゃうっていうのはね2017を見てくれてた人ならわかるよな、俺の打線打撃がすこぶる調子が良かったってことをみんな知ってるはずだ、大丈夫全然大丈夫です、問題ない。さあメッセ気を引き締めていきましょう、俺のねあたおか采配が発動しなければ大丈夫です、よろしく。はい、さあこれはトリさん動きしょぼい、まあ、アタオカはね別にその野球チャンネルとか南J の用語ではございません、はい、見取り図さんのあのギャグです、ギャグというかネタです、はい、さあ伊藤行こう、通算155本塁打まであと8本としています、最初のバッターボックス、よっしゃ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 、てか糸井さん守備がマジすっごいなんかアジリティ低くないこの人な、バッターは4番ロサリオ、なんか糸井さんの守備ってめっちゃやる気なさそうに見えるんだよね、マートンみたいっていう、マートンもねなんか一生懸命やってるのかやる気ないのかわからんような守備してたじゃん、あれを彷彿とさせるような。まあロサリオ似てなさす、おーよーもうちょっとマジ勘弁してくれ、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています、第9球投げました、行きました止めた、よしエロガッパさすがや、これが福留さんやで、もうこれは好きな女と遊んでええわって言うわ俺ならな、俺が監督なら素晴らしい、菅野にもね好相性ですからね、リアルでもそうゲームでもそう素晴らしい、これが福留さんの一発です、ありがとう。どんどん行くよ、リズムに乗るぜ中谷、いやほんま中谷ようなったな、フォームがほんまにこれええー、よええー、よ、これは勝負、岡本サードちゃうやろ、あれファースト、うなぎーぬファースト守っとるやんけお前、代打でええやろ。さあ坂本なんか今ドリスか待てよがなんかベンチにおったぞ、今の俺たちに必要なのは坂本の打力とね坂本の守備力だ、強奪したい本当に。さあ上品な送球、どこ行った上品な送球、あっぶねー、ちょ何してんのこれ、ヒュン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 、ちょ待てよこれ捕球前に丸ボタン押してたらあれやな、スローイングせんかったな、
そんなことはないはずだ。第2球投げた、見送ってストライク。さあ、阿部と高山のフォームがほぼ一緒っていうね、パワープロだと。投げた、打ちました。うわ、エロいところのほんまにいやらしい。今回も健在ですね、これ。外野前進しなきゃいけねえのか。もうアングルええわ。なんだこのアングル、超謎アングルだな。バッターは5番ゲレーロ。さあ、でもゲレーロ初球ストライクから2球目ストライク。固有のフォームちゃうんやな、ゲレーロって。打ちました、いい当たり。中谷、残念。そこは中谷さん、新庄2世 OK。 やべ、新庄2世といえばお前新谷とか言うのも、新谷って選手持ったな。俺がちょっとボロクソ言ってたんやけどね、最終的に、うん、あの新谷も新谷並みの選手がねドラフトできてくれたらほんま助かるな。でも寺川はもうなかったことにしてほしい。いや、オッケー、美濃さんズバッと三振、毎度悪い。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッター頼むぜ大山。まだ5回。レフトフライに倒れています。投げた、危ない球。さあ今回ねプロスピみたいに疲労度も実装されてるんでね、ちゃんとローテーションせなあかんよ。サッカー FIFA みたいに。レフト先行、打球が上がっていきますが、ダメだ。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ8番打てる捕手原口、メッセの時でも原口で行くから。インコース見送ってストライク、まずは見送りました。まあ応援歌小さすぎだろこれ。もうダメダメダメよ、ダメよ、ダメなのよ。ツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー、メッセンジャー。第9球投げました。これは抜ける、抜ける。岡本のクソ守備炸裂。よし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 。バッターはトップに帰って取りたい。さあ鳥さん頼むぜ、お前が打たなきゃ誰が打つ。誰も打てへんのぞ。投げました、はい。これは抜け、いや、もうマジやべ、マジやべ、これ大丈夫か俺。メッセンジャー残塁。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本。第1打席はスイングアウトの三振に入っています。鳥さん動きマジやばいな。鳥谷うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーありません。第9球投げました。申し訳ない。ほい、もう第3球を、ほい、見送ってストライク。オッケー。第4球を、ほい、投げた、ロサリオ。よしよしよし、動きめっちゃええな、ほんまに。ロサリオ軽快な守備を見せました。こんなアジリティいい選手なんだ。さ、菅野はもう外野前進でいいですよね。外野は攻めの守備を取ります。結局はね外野前進ゲーなんですよ、パワープロなんて。次の投球、ポテンヒット今回もねすげえ打たれそうだから、外野前進基本的に。アヘタンの打者は投げた、まあ、菅野割とパンチ力あるけどな。第4球は、おお、全然ミート画像ちゃうやんけ。対人戦かこれ、相手は CP だ。さあ糸原、先頭バッターは糸原。今日はファーストライナーと、そう、則春と西岡も2軍なんだよね。今成がね1軍にいるから俺の場合。第9球投げました。糸井さんのこの会心の打球は、ダメか。やべ、 MLB やってたせいでお前これ走塁の操作忘れてる。いかんいかんいかん、どうやって操作してたっけ走塁。え、一人だけ操作するときどうやってたっけ。やっべ、忘れてるわ。トラの恋人、お前ほんま頼むぞ。野上から打ったホームラン思い出せ。あの一本だけだぜまだこの人、おかしいだろ。あったまってくるんかな今、冷え冷えやで。ホームランに関してはな、チャンスメイクしてるし、むしろ。いった、いく。よし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 、いや、ほんま打点工事機だ。今岡になれるかもしれんな。すげえ。おっと、菅野降板で森福出てきた。マジかよ、一軍におるんやな森福。やっぱりさあ、でも左 P が来たから鳥さんはもうちょっと変えるか。高速スライダー、
第2球投げました。あー、まあバントですね。頭のいい1人だけかい。ワンポイントか。やっぱ田原誠二、好きあらば田原か。でもここで中谷ですよ。舐めてもらっちゃ困るね。第9投げました。えっぐいスローカーブやで、お前ションベンカーブじゃねえか。第2球投げた。打ったピッチャー勝負。よし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 、スクイズスクイズスクイズ、よしよしよし。さらに点追加、4対2。テンポいいね、テンポええぞ。さ、大山、お前が打たなきゃ誰が打つ。やられたらやり返す、倍返した。宇宙間へのフライ。ちょ待ってよ、これって型とか作らんでええよな、 MLB みたいに。やべえ、パワプロの新しい新要素とか分かってないぞ、まだ把握できてない。さあメッセはもうね、7、最低7イニング8イニングいきましょうよ。これが3度目のバッターボックス。おお、ミートカーソルバッチ行為だったぞ今。よう見逃してくれた、まあ、めちゃ強いね。あえて見逃してくれるか助かる。そしてこれね、ダメかー、これねじゃねえよ、ほんまドヤ顔決め込んでさ、全然これねじゃねえわ。一貫今作も陽大館に結構打たれてる、打たれるかもしれんね、これ。前も打たれ、ちょ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 、用意してない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 。マギーでバントとかはまた他采配じゃねえか、ばっかじゃなかろか。何のために2番マギーにしてんだろうな。あ、これはちょっと、あっかん、めっちゃ甘かった今。はい、坂本フレフレフレ、頼む、猛虎魂見せてくれ。よっしゃ、これは猛虎魂、ありがとう坂本、阪神愛ですね。そしてこの人も阪神ファンだから、頼むぜ阿部、阪神愛をここで見せてくれ。おお、めっちゃ助かる、すっごい今カキーンっつったけど、 OK、 メッセ神やね。よし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 、メッセンジャーもね、劣化しまくって2017は干してましたからね、2年目。原口なんだよな、久しぶりに行ったな、これ。原口なんだよな。ありがとう、田原。打てる星、最高や。控えには梅ちゃんがおる。坂本もね、2軍にはいる。アズニャンも岡崎も小宮山も長坂、あと誰かおったか。第9投げた、初球を打った、ショートバウンドボールを使った。これは坂本の軽快な守備、守備に阻まれました。これでワンアウト。リプレイ見てみたらよかったな。今日はここまで3打数ノーヒット。さあここちょっとね、リプレイ機能ちょっと見たい。これどういうこと。あ、別にこれカメラアングル変えれんやん、変えれまへんな。カメラアングルも変えれるっていう噂があったんやけど、まあ後で試しとくか、録画外でね。俺が知らんだけかもしれん。そんなリプレイに時間取るわけにはいかない。ナイス鳥さん、いいね。ゲームの鳥さんは3割バッターいけるよ、2割8分キープ力見せてくれ。さあ糸原もナイス目で決めてもらおうか、きっちりね。はい、ナイス目で、素晴らしい。一塁線に神。さあ糸井や、行くで行くで。はっ、田原のクソフィールディング、よし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 、クソみたいなフィールディングだ。さあロサリオ、ソラの恋人だ。はい、初球から。おい、後ろそらさんのかい、マジ。投球これから2球目、いかん、読み売れた、おっせ、おう。ダメだ、ゲッツーコース。いや、原口なんだよな、原口なんだよな。さあゲレーロ、もう守備固めいいんちゃいます、これ。守備交代しましょうか、ロサリオはそのままで、で鳥さんのとこにね、上田を置きます。こうですね。まあ糸原の守備もクソやばいんでね、これ糸原も変え、いやー、上だとちょっと、でももうね、もうこの回だ、うん、勝負に出るわ。2人とも変えます。上ポンもったいねえな、これ。まあ絵は残ってるから、江越とか早田俊介、高山、今成、梅野も、オッケーオッケー。上ポン守備固めってもったいねえ使い方すんな、これ。出ていくぞ上ポン、
ちょ、応援歌ね、急いで入れたからさ、間違ってるかもしれん。その辺はちょ、ご了承ください。申し訳ない、間違ってたらね。第3球を、はい、あー、エッジスライダー真ん中に来ました。高速スライダー激甘やで。パワフルなら持ってかれてるな、それとわかるって感じ。超の俺の大好きインローストレート。糸井さん、こんなうまいバッティングをほんまにまた今作もやられるんかい。ライン際ね、おなじみライン際。この二遊間最高、この二遊間最高。もう一度言うよ、この二遊間最高。警戒すぎやろ。お、なんか新しいモーションやん今のね。7回までが終了しました。8回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福留。これリプレイでも同じような感じ、アングル。あ、同じなんやな。第9球、投げた、へい、ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、へい、ボール球打った。引っ張りシフトがアダンとなって、おっそ、これでワンアウト、遅いなあ。さあ中谷もちょっと一発ね、ここで打っときたいところだ。第9投げた、へえ、当たり損ねはショートゴロ、一塁送球、ダメだな。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番大山。でもここで頼れる下位打線。第9投げた、変化球、サークルチェンジか。第2球、投げました、打ちました、三遊間のゴロ。さあこれは岡本と大山の違いを見せて、岡本でもそれはさせるか。タイガース三者、メッセいくよ。三点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、メッセこのままでいいよ。さあ守備固め、もう福留のところにエゴシ送りてえな。もうエゴシ送っといていいっすか。まあええか、うん。さあメッセはもうこの回までですね。いやでもスタミナがまだ有り余ってるからいけるか。スプリット見送ってストライク。第3球を投げました。ロサリオ、ロサリオ、ロサリオ、虎の恋人、よし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 、ナイスナイスナイス。さあまた世界の亀井、世界に続き世界が出てきたな。第9投げました、インドを見送ってストライク。まずは決めてきました。これは甘い、おお、ファールか、助かった。第3球は打ちました、ウェポン、ナイス守備、ナイススローイング。この人敬遠でもいいですね。ここまで全打点を叩き出しています。投げました、直球ストライク。でも勝負だ。しょしょしょ、メッセいけるよ。投げた、よし、残念、そこはウェポン守備いいよ。 C69 あるからな、ウェポンめっちゃええぞ守備力。メッセンジャー、オッケー。さあ桜井か、桜井も関西人、どんだけ関西人おるんやこれ。さあ原口、もう一度言わせてくれ、原口なんだよな。これは腹毛コースだった。これでワンアウト、ランナーはありません。さあメッセどうしよう。メッセンジャー、いやー赤になってるな。もうメッセ帰るわ、うん、申し訳ない、お疲れメッセ。早田、早田、んー、俊介、早田、英語、下が山、今どう、誰にしようかな。誰でもいいね。まあちょっと、まあ、早田でいきましょうかね。うん、英語、ほんまは英語しで、英語し行きたかったが、代打丸もついてるし、早田で。第9球、投げた、初球に送ってストライク。投球これから2球目、打った、坂本ボールを掴んだ、ショートから1塁送球。結果出してくれるね早田、素晴らしい。これ上田みたいな、
ちょ、上田に回しそうぜ。ゲッツーがある。危ない球。第2球。いいよ、ナイス戦ナイス戦。見れてる見れてる。第3球は、これは激ヤマコース。投げました。打った。よっしゃ、素晴らしい。上ポン、上田見れるわ。オッケー、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。投げました。見送ってボール。上田の足、ちょバントセーフティー狙ってみるか。これな、投げました。オッケー、狙います。第3球を投げました。あー、いや狙わん狙わん、やめようやめよう。次が4球目。投げました。これはいやーダメだ。ゲレーロでも取れるな。ランナーは1塁2塁変わりません。糸井さんの打率やべえ。春井口さんならぬ春糸井さんじゃねえかこれ。はあ、これは初球打ち。もう最後はねドリスに任せます。ドリス劇場はいらんじゃ。結局2者残塁。最後はもちろんドリス頼むぜ。で守備も交代します。で梅ちゃん入れの糸井さんのところにエゴシかな。そしてサード、あー大山なー、今なりにしましょう。よしで福留を俊介にしてもいいけど、もし追いつかれた時のことを考えてこうしておきますね。でセンターエゴシですね。でライト中谷、よしよしよし、これ完璧これ完璧これ完璧で俊介高山が一応残ってると。 OK、はい、さあドリス頼むぜ。メッセンジャー、メッセオツイニング食ってくれた。そして最後を締めるのはドリス。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。空振り、キレのある変化球。最後はよっしゃ、いいね。ドリス、ナイスピッチ。第9投げた。坂本が優しいことを願うぜ。普通にアウトになってくれ。これはダメか。さあドリス劇場はいまへんよ。いらんでいらんでいらんで。第9投げた。見送ってストライク。投球これから2球目。よし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 。でさ最後高めの、これはおい嘘だろ嘘だろ。中谷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 、素晴らしい守備範囲だ。さあラスボス、ラスボスがめっちゃ続くな。全員ラスボスやんこれ。しゃあ嘘、ツーシーム、はい、よーし開幕戦完全勝利ではないが、ナイスだ。打つべき人が打って勝てたって試合でしたね。よかった。見事見事。うわっぱらじゃ。ありがとうございます。8回、無四球、被安打5に抑え、勝利投手、神。メッセンジャー、カッコ神。カッコ閉じね。ありがとうございます。まあ、このヒロインの部、あ、なんかインタビューの人変わってるやんこれな。全員で勝利を呼び込みました。この流れで次のめっちゃテカってるぞ。テカテカしすぎちゃうかお前。お疲れ様でした。33分ね。ちょっとパワープロ2018に慣れることからまず始めたいな。勝利ありがとう。福留と誰だ、原口ね。中谷と大山がちょっとね4タコずつということでしたけど、いいですね。打撃の調子はやっぱりまだ全然2017年のあれやな、流れそのままに来てるわ。めっちゃええ打撃、打てる打てる。メッセはいいピッチングだ。まあめちゃ強は基本的にあんまり打たれんのでね大丈夫です。1年目は優勝まっしぐら、優勝街道突っ走りましょう。このまま1試合目ですけどね、大丈夫だ、問題なさそう。さあ、じゃあ今回はここまで。続きはねまた次回やっていきたいと思います。じゃあね、またね、バイバイ。